ドキドキワクワク。ドキドキワクワク。私をご覧になっておられる主。その方の働きを思いながら新しくスタートした日、自分のために流していた涙が人のために流す涙になり、自分のために握っていた両手が人のためにぎゅっと握った両手になって、自分のために歩いていた両足が人に向かって近づく足になるように、主のしもべの第一歩を踏み出したその日が今でもありありと思い出されます。初めて、そしてときめき。生徒の皆さんは万民の中でどんな思いで思っておられるでしょうか。こちらはサンキュー万民ラジオです。スペシャル DJ のインハンテック牧師です。先ほどご紹介したように、今日皆さんと分かち合うテーマは私の人生、私の信仰、私の教会です。万民の中での初めて、そしてときめきの時はいつでしょうか。これから心を込めて送ってくださったハガキをご紹介します。2代23教区のアヌンスクシツジさんです。1983年7月のある日、小学校4年生だった私に、一緒に教会に行ってみないという友達の一言で、夏の聖書学校が行われている万民教会に初めて来ました。手術学校の時から見てきた道家女先生の姿は昔も今も変わらなかったし、父なる神様をとても愛しておられ、私たちにもその愛を実際に見せてくださったので、今の祝福の時間も喜びと感謝で圧倒的に勝利して走ってくることができました。次のハガキです。第4青年選挙会金平順兄弟です。教会で初めて涙を流した20歳頃のあの日を思い出します。初めて自発的に祈ったのでとても下手でしたが、そんな僕でも賛美と祈りの中で会ってくださった父なる神様、8年経った今までどんな環境や状況に置かれてもその恵みを握ってくることができました。愛しています、僕の父なる神様。はい、このように感動的なハガキも送ってくださいました。今度は遠くグミからのハガキです。パッカンリム生徒さんです。娘のスラは4月1日交通事故にあってひどい脳出血がありました。すぐ入院して手術しなければ死ぬこともあると言われましたが、教会に行って神の力が込められたハンカチの祈りを受けて、娘は意識障害もなくいつものように食べて寝て、4月9日4回目の誕生日を迎えました。遅ればせながらおめでとうございます。はい、次は1代代9局のサウンザシチさんです。私が万民教会に通っていて一番幸せで大切な使命は聖歌隊でした。初めてシャローム聖歌隊に立って父の神様に賛美を捧げた時のあの感動と恵みは忘れられません。賛美できる使命が私には命のようでもありました。青年部から今まで19年間変わらず賛美できる使命をくださって感謝しています、と送ってくださいました。最後に吉和法師隊の金平軍七次さんです。私は1990年初めての職場で夜勤をしていて、ラジオでメッセージを聞きましたが、そのたっといメッセージをしていた方のお名前が忘れられません。故郷にいる兄の友達の名前と同じだったからです。それはソー・ジェ・ロックでした。
限りない父なる神様の愛と私たちの主がどんな方なのかを同家女先生を通して知った私は、1996年4月25日、通っていたお寺を辞めてキリスト教に改宗しました。万民の聖徒になって祈っていた会社の仕事にも答えをいただいて、事故からも数回守られました。最も大切なことは、父なる神様の誠の子供になれるように導いてくださったことです。感謝と栄光を開始します。私の人生、私の信仰、私の教会、これからハガキを送ってくださった方々に会ってみましょう。まず三代代三十教区で地域長の使命を果たしているムーニヨル執事金三女監視夫妻です。私が万民教会に来たきっかけは、ある知り合いから万民長教会の話を聞いたことです。それから不思議な夢を一つ見ました。今考えてみたらカトリックだったと思います。マリア像があるそっちに向かっていたら、天から万民長教会に行きなさいという声を聞いたのです。それで万民長教会に1991年11月17日来るようになりました。同家女先生に出会って第二の人生を送っている人が一人や二人ではないでしょう。数百人数千人なのに、数学的には計算できなかったのです。病院でも、この人はあと3ヶ月です、覚悟してください、こんな風に余命宣告された人も、同家女先生に会えばイゼキヤ王のように生きます。こんなことを見ると霊の世界があるんだ。それで同家女先生が私のメンターで、伊勢神先生が私のメンターになってくださったのです。私は他の教会で11年間信仰生活をしました。小学校5年生の時から。でも体験がなかったのです。神様を熱心に探しに探せば見つけられる、そんな教会に導いてくださいと祈りました。そんな中、病気になって1ヶ月間入院しました。胃腸障害と肺炎、生まれつき体が弱かったので1年中 2ヶ月病院でもらった風邪薬を飲んでいました。思いを飲むと戻したり下ったりするから、当時友達だった主人が私のことを聞いて、天国のような教会があるから一回行ってみようと言うから、万民中教会に来るようになりました。大礼拝の時、同家女先生が説教をしておられたのですが、私の信仰生活が間違っていたことを悔い改めました。癒しの祈りをする時、具合の悪いところに手を当ててくださいと言いますね。私は具合が悪かったので、本当に切実な心で祈りを受けました。その時完全に聖霊の火が臨むのです。病気が完全に燃やされたようです。家に帰って食べられなかったご飯を食べるから家族が驚きました。とても感謝で、来るなりすぐ神様が出会ってくださって29年間忠実に仕えています。遅くに末っ子を授かったのですが、その子ができた時検査をしたら、糖尿の数値がとても高くて危険とのことでした。それに高齢出産でしょう。私が41歳で産んだから、病院では入院を勧めました。でも私はもう一度検査をお願いしました。入院したくないし、同家女先生の祈りを受ければいい、そんな心で再検査をお願いしておいて、一日断食して同家女先生の祈りを受けてから、どうなったでしょうか。
正常の数値になったのです。その子が今は可愛くハンサムで11歳になりました。とても健康に育っていて賢くて勉強もよくできます。私は小学生、中学生、高校生を教えている M 塾の経営者です。7年前のことだったと思います。同会女室で先生が言われたことが、撒いたなら祝福されるのが普通なのにそうできないのは全て理由がある。その理由を見つけなければならない。教会の働きだけよくするのではなく、この地上でも光になって塩にならなければと言われました。それを聞いて頭の中が雷に打たれたような感じがしました。同会長先生が言われたから実行に移し始めました。その後からは社会でも塾の経営者に認められて、子どもたちの親にも認められて、教えている立場からも認められなければ、その後教会を知らせようと思いました。休み時間を割いて奉仕することがないかと探して、困っている家庭を顧みながら福音も伝えて、塾に来た方たちで困っている家庭があれば奨学金も差し上げて、私は毎週土曜日にドーナツ奉仕をしています。線香のパンを本当に困っている家庭に持っていく奉仕を7年くらいしています。それで新市に塾が800ありますが、そこで連合会会長にもなって、市長から始めて各機関の頭の方々に会って、同会長先生の本を差し上げて生ける神様を明かししました。その方々がその本を読んでみると言って、万民長教会のイジェルク牧師先生は本物だ、なぜなら生徒たちを正しく教えたからと言いました。毎晩世の人たちは集まって酒を飲んだりしますが、私たちは祈るじゃないですか。奉仕を1、2年した時はよく分かってもらえなかったのですが、8年、10年、20年になるとその方々が認めてくれて、周りでも引っ越ししたら子供を塾に行かせる時、他の塾の経営者がうちを紹介してくれます。それは生易しいことではありません。そうやって1人2人集まると、今は100人を超えて120人になります。たくさんの人が言いますね。教会に行けば天国に行く、それで終わりじゃないですか。ところが私たちは霊の世界のことを聞いて、神の力を見て、霊的な御言葉を聞きました。その中で何を聞いたかというと、新しいエルサレムというものすごい宝物があることです。人間工作の最終目標は誠の子供を得ることですが、万民教会はそんな教会、誠の子供を得る教会、麦を納める教会、新しいエルサレムを満たせる教会です。万民に出会って癒されて祝福され、幸せな家庭になりました。ありがとうございます。ハレルヤ。スワンの新名義歌詞さんが古いズボンというハガキを送ってくださいましたが、どんな話なのか今ご紹介します。私は小さい時から信仰生活をしましたが、ずっと御言葉に担えていました。ところが妹が万民教会に通っていて、私を教会に導こうと説教テープをくれました。それで
道会所先生の説教をずっと聞いていたのですが、突然それが真実な御言葉だと心に迫ってくるのです。先生の言葉が入ってきて、本当にメッセージがいい、ここで信仰生活をしようと決断して、1993年から万民教会でずっと信仰生活をしてきました。御言葉だけでなく、神様が共におられることを神の力で確かなものとしてくださって、その力を私は体験したからだと思います。娘が7歳の時のことです。路地で遊んでいて交通事故に遭いました。ももの上をワゴン車が通り過ぎたのです。子供は激しく泣きました。その時子供は白いタイツとスカートを履いていたのですが、そのスカートとタイツにタイヤの跡が残っていました。でも私の心はとても安らかでした。当時私は5日断食をしていました。それで病院に子供を連れて行ったのですが、レントゲンでは何の異常もないのです。タイヤが通り過ぎたのに守られたのです。とても驚きました。牧者の空間ってこんなものだったんだ、感謝だと。その後からもっと信仰生活を熱心にしました。道会長先生をもっと信頼するようになりました。1993年、私は初心の者でした。道会長室で教区が挨拶した時のことだったと思います。先生はこちらに座って、私は近くに座っていました。こんな風に視線が下の方に向くと先生の膝が見えました。ところがズボンがテカテカなのです。それでズボンがなぜあんなにテカテカしているんだろうと考えました。ああ、よくアイロンをかけるからなんだ。制服によくアイロンをかけるとテカテカになるでしょう。そんな感じでした。その時とても恵みを受けました。大教会の牧師なのに、その当時も世界50大教会に入っていましたが、大教会の牧師といえば洋服もいいものでかっこいい姿だろうと思っていたのに、むしろ質素な洋服を見た時、心から本当に他の方たちとは違うと思いました。それからしばらくして、ジュヒョンゴン先生が当時大教区長でしたが、先生のお宅を訪問する機会がありました。今に上着がかかっていました。ところが袖口がほつれているのです。それでこれはどなたのものですかと先生に聞きましたが、道会所先生のものですと言われるのです。でも道会所先生の上着がなぜここにあるのですかと尋ねたら、道会所先生がこれをずっと着られそうだから私が着ますと言って持って帰って置いてあると言われたのです。その洋服を見ると、道会所先生の生き方はとても質素で、他の教会の牧師先生が全部そうだとは言えませんが、余裕があれば子供を海外で勉強させて、いろいろ自分の家族の利益を求めますが、道会所先生は全然そんな方ではないでしょう。先生は施しも生徒のために熱心になさって、世界選挙もされて、困っている人がいれば助けて、このように多くの働きをなさっていますが、とても質素な生き方におのずと頭が下がりました。それで私がここで道会長先生を通して神様がくださる御言葉とその生き方自体が真実だから、私はこの御言葉の糧を食べて私の魂をここに委ねようと思いました。私はここがまさに霊的な命を与えられるへその緒だと思います。万民教会がここを離れてはどこででもこのような霊的な御言葉で養われないし、
清潔の福音を伝えてくださるだけでなく、この神の力がどこで見られるでしょうか。私にこのような命の教会に出会えるようにしてくださって感謝します。道会長先生、愛しています。次は初め受けた恵みを忘れないで、満民の中で夢を育てながら成長してきた青年の証です。私が舞踊を始めたのは7歳の時です。舞踊がしたくて、学びたくて、本格的に舞踊を始めました。ところが芸術をする一般の人に比べて、うちは豊かな家庭ではありませんでした。でも父なる神様がその都度必要な人、私を助けてくださる方々に会えるようにしてくださいました。その一つが教会から奨学金をいただいて今まで勉強することができたことです。奨学金授与式がある日、私が代表で講壇に上がりました。その当時心が疲れていた時期で、最初から最後まで泣きながら礼拝を捧げていました。本聖殿の指定席で礼拝を捧げていたのですが、道会長先生が私をご覧になったのか知りませんが、代表者は講壇に上がってくださいと言われて、上がって小学校代表から順番に授与されますが、私の番になりました。道会長先生が奨学金をくださってから、私を呼んで、苦しい時は来て打ち明けて頑張りなさいと言われるのです。私はその言葉を書いておいていつも見ています。いつも先生は私を励ましてくださいました。高校は芸術高校を卒業したのですが、学位が滞ったことがありました。その当時は全部払わないと大学センター試験が受けられなかったのです。母と私は解決する方法はないし、どうすればいいだろうと、これが解決できるように道会長先生に祈りを受けに行きました。先生がその場で払えなかった学費を10分の1献金まで合わせてくださったのです。それで学費も払って、大学センター試験も受けて、目標の舞踊科に入学して、卒業するまで奨学金をいただきながら勉強を続けました。受けた恵みがあまりにも大きいから、いつも最終目標は父なる神様に栄光を返すことだと自分なりに心に刻みました。それでその恵みをいつも心に覚えておこうとして、それを通して父なる神様に栄光を返したいと思っていました。2003年の創立礼拝の時、虹の扇という私たち芸術宣教団が初めて使った扇があります。七色でできているその扇を持って創立行事で栄光を返しましたが、その時をスタートとして芸術宣教団で本格的に活動しました。ただ夢のようでした。なぜなら講壇に立つ前から練習するじゃないですか。チーム員と一緒に練習することがとても嬉しかったのです。その時私は中2でした。それでよく面倒を見てもらったし、芸術宣教団に入ってもっとよく笑いました。だからとても幸せでした。今年で満16年になりました。私たちは会社員だけでなく中高生もいるから、みんなスケジュールが違うでしょう。
中高生は学校が終わってから、会社員は仕事が終わってから夜集まります。そうなると集まれるのはダニエル祈祷会の後でした。それで祈祷会の後夜2時まで練習して、週末も特別賛美が決まれば 1,2 ヶ月ぐらい練習に全力投球します。疲れる時も正直言ってあります。でも私は舞踊がとてもしたかったのに、現実を見れば諦めるしかなかったじゃないですか。それで舞踊ができるということがあまりにも尊いということを切実に感じたから、これができるように導いてくださった方が父なる神様で、道会長先生が支援してくださって私が学べるようになったでしょう。私に他の人とちょっと違うこの賜物で栄光を返せることに感謝して、休まずにして来られたと思います。私が夢を諦めないようにいつも応援して励ましてくださった父なる神様、主道会長先生、ありがとうございます。もう今日最後の証です。万民の中で熱い老後を送っている一代代ご教区ヤンウヨン長老キミンジャカン氏夫妻に会ってみましょう。私は教師を31年間して小学校で子どもたちを教えました。その時クリスチャン教師の集まりで万民長老教会を知って、道会長先生の説教を聞いて、ああこんなメッセージが世にあるのかと思って教会に来ました。家内が教会に行こうと言っても、私は宗教というものを全然知らなかった時だから数年間行かなかったのですが、1992年教会に登録しました。数年間熱心にできなかったのですが、2000年2週連続特別リバイバル聖会で道会先生の講談からの祈りを受けて、障害があって歩けなかった人が歩けるようになる宮沢を見ながら、生ける神様がおられるのに悟れなかったことが申し訳なくて涙を流して、神様を見せてくださった道会長先生を見ながら涙を流しました。2004年6月に先生のお誕生日の前に虫垂炎にかかりました。盲腸が破裂する直前だからすぐ入院して手術をしようと言われました。それでこれはいけない、道会長先生の祈りを受けて癒されようと思って家族と会議をして、道会長先生の祈りを受けて癒されるために行きました。先生は私の話を聞いて悔い改めたのかと聞かれました。それで3ヶ月間10分の1献金をしなかったことが思い浮かんで、それを告白しました。なぜかというと、私は事業をしていたのですが、自分の知識と経験だけに頼っていたから、住んでいたマンションと工場も競売に出して、家内の教員生活の退職金まで全部使ってしまったのです。それこそ一文なしで3ヶ月間10分の1献金ができなかったのです。道会長先生がいくらなくても10分の1献金はしなければと言われたことを忘れていたのです。例えば1回食事代を払ってもらったなら、いくらであっても10分の1献金をするべきで、誰かに助けてもらったならそこから10分の1は取って使うべきなのに、そうできなかった時間が3ヶ月でした。先生がその話を聞いてとてももどかしそうに、ご自分が神様に悔い改めるように切なる心で代わりに祈ってくださいました。その祈りを受けてアーメンと言いました。痛くて腰を曲げていましたが、祈りを受けてアーメンと言いながら腰がまっすぐになりました。先生ありがとうございましたと言って帰りましたが、おや痛くないと。今年が2019年だから
もう癒されて15年経ちました。15年間何の異常もなく完全に癒されました。虫垂炎が癒されて霊肉ともに変化がたくさんありました。道家女先生の教え通りに生きようといつも祈りながら信仰生活を始めて、すべてを誠実に正道経営しなさいといつも強調されたから、それをいつも胸に秘めて信仰生活はもちろん事業の場でも実践しようとしました。私が扱っているのはリハビリ機器で、低周波治療機です。それを開発して製品を生産してインターネットで販売する事業をしています。一度は道家女先生が最近うまくいっているのと心配して、宣伝をよくしてみなさいと言われて、それについて祈ったらまた答えをくださいました。宣伝がよくできる知恵をくださり、一緒に働く人たちも会うようにしてくださって、今の製品のライバルが2000人ぐらいですが、その中で販売1位でとても祝福されています。今回教会が大変な状況でも信仰を守られたことは、第一に道家女先生が行われた神の力ある技を見て、私もそんな信仰で走ろうという心をいつも持っていたことです。これまで先生が1998年99年の試練にあっても、ただ信仰によって行われたし、神の力ある技があの事件の後12回の海外政界を通して現れたことを私たちも一緒に見たではないですか。私もインド連合政界に参加できる祝福があったのですが、台風が襲ってきて高段が揺れました。その当時そんな状況でも先生はただ信仰によって進まれた時、インド政界に参加した数百万人が動揺しないで政界を終えることができました。その次の日、日曜日が最後の政界でしたが、先生がその時、今日を期待して聖霊に満たされた一日になりますように、私たちに聖会が始まる1時間か30分前に行きなさい、昨日より大きい御業が現れるから先に行って見て回ってごらんなさいと言われました。それで1時間ぐらい前に行って、実業人宣教会が一緒にマリーナビーチをずっと見て回ったのです。ものすごい数の人が雲のように押し寄せてくるのを目撃しました。その時は延べ300万人だと言いましたが、最後の日は100万人以上が集まったようです。自分の目であのように大きい御業が現れるのを見ました。それが先生の信仰ではありませんか。信仰の前では神様もお手上げだと先生が言われました。そんな信仰を見せるから、やはり神の力を行う牧会者になられたのではありませんか。そんな力を神様が授けられました。教会のこのような試練を考えると、実はイスラエルの民がエジプトから出てきた時は預言者モーセの信仰によったではないですか。でもカナンの地に入る時は民の信仰を要求なさったでしょう。今私たちがそんな時代に生きていると思います。先生の苦しみと抗議を満たす時間は、結局私たちにヨシュア君のような御霊の戦士の信仰を持つ祝福の時間だと思います。道家女先生が行う神の力が正解です。先生が行った神の力は、先生がどれほど清くて真実な方なのか表してくださったので、それで終わりの時の摂理を実現するのに、これぐらいの試練や苦しみなしにただでできるでしょうか。
そんな苦しみと試練があるから終わりの時の設立が成し遂げられるのでしょう。神様の目標は新しいエルサレムに私たちを連れていくことだと思います。それで先生があれほど大きい講義を満たしながら私たちを新しいエルサレムへ導いておられるから最善を尽くしてついていきます。変わらず同化女先生の後について新しいエルサレムまで走っていきます。愛しています。主の懐に抱いてください。初めて教会に来た日、聖霊を初めて受けた時の感動とときめき、同化女先生の祈りを受けて体験した最初の証。これは他の誰かの話ではなく、万民の生徒なら誰もが体験した私たちみんなの証です。私の人生、私の信仰、私の教会、万民と共に歩んできた時間の中で父と主がくださったそれぞれの初めのときめきと受けた恵み、その時間を覚えて主への熱い愛と心をさらに熱く表現しますように。最後に海外の生徒の方々の告白を見ながら私はこれで失礼します。私は万民教会を通して神様の清さと愛を学んでいます。また万民教会は愛をたっぷり乗せた船です。大海を航海しながら多くの人に幸せと愛を与えています。万民が遭っている試練は私たちがどう信仰と祈りで試練を勝ち抜くべきか手本になっています。私たちはいつも万民のために祈っています。天から降ってくる栄光が万民を通して全世界に広がるようにお祈りしています。全世界で行われている万民の働きゆえに神様に感謝します。これからも私たちが霊的な働きができるように祈ってくださり、御言葉で教えてください。私たちはどんな状況でもイジェルク博士を支持し、そして万民といつも共にいます。愛しています。ハレルヤ。ジョージアは万民を愛して熱心に万民のために祈っています。すべてが順調に進んで万民が必ず勝利することを信じています。万民は霊肉ともに私たちの生き方に大いに助けになりました。愛する同化女先生に告白します。愛しています。父なる神様、感謝します。愛しています。私たちは万民、新しいエルサレムへ一緒に行きましょう。ハレルヤ。私たちは万民教会のために祈っています。愛しています。ハレルヤ。愛しています。万民、愛しています。愛しています。私たちは万民、ありがとう。愛しています。ハレルヤ。私たちは万民、新しいエルサレム一緒に行きましょう。私たちは万民、ファイト。同化女先生は永遠に私たちの牧者です。ありがとうございます。愛しています。同化女先生、愛しています。ハレルヤ。私たちは万民を愛しています。愛しています。
マンミーワンダフル愛しています。ファイト。私たちはマンミー、マンミンと一緒で幸せです。サンキューマンミン。